フリークネスステークスは、アメリカクラシック3冠の第2冠として、メリーランド州ボルティモアにある、ピムリコ競馬場のダート1マイル3、16で、行われる競馬の競争である。ケンタッキーダービーの2週間後に行われるが、かつては、ケンタッキーダービーよりも先に開催された年度もあった。前日には、頻馬限定の G2 競争、ブラックアイドスーザンステークスが行われる。また、 出走条件は3歳限定だが、ケンタッキーダービーやベルモントステークスと同様に性別による出走制限はなく、馬の出走も可能である。多くの場合は、ケンタッキーダービーを経由して、この競争に出走してくるが三冠競争の中では、最も距離が短いこともあり、ケンタッキーダービーに出走しなかったマイル路線組が登録することも多い。競争の創設は、 ケンタッキーダービーよりも2年早い1873年で、競争名は1870年に、ピムリコ競馬場がオープンされた時に行われた、ディナーパーティーステークスの優勝馬、プリークネスを記念して、当時のメリーランド州知事オーデンボーイによって命名されたものである。出走馬の本馬場入場時にメリーランドマイメリーランドを観客全員で歌うのが習慣となっている。優勝馬には、 メリーランド州の集荷でもあるブラックアイドスーザンの例がかけられ、優勝場の場所にはウッドローンの瓶のレプリカが贈られる。ありがとうございます。